金大一光介メスビル。メスビルは、横溝正史の短編推理小説。金大一光介シリーズの一つ。別冊週刊大衆1960年9月号に掲載された。本作で、金代一は、ネズミ色のズボンに派手なチェックのあるおは、ベレー型のハンチング帽に、別公園のメガネという常にない服装を披露する。 昭和30年8月5日夜10時少し前、近大地は渋谷 S 町の樹楽草4階8号室の梅本拓へ忘れ物のハンドバッグを取りに行くよう電話で依頼される。ただ、この依頼にはハンドバッグの中身を確認しないという条件がついていた。後の指示は改めて連絡し、謝礼はハンドバッグと引き換えに支払うことになっていた。 目撃者に気づかれないよう様子で向かった金大地は電話の指示通り電話ボックスの中に隠してあったアパートの鍵を入手する。そして11時頃に8号室に入ろうとするとエレベーターから男が降りてきた。金大地が階段へ移動して目的地が4階ではなく5階だと気づいたように演技しつつ様子を見ていると男は廊下を曲がって去っていった。 八号室に入った金大地は、寝巻きで抱き合った状態で硫酸で顔とか腹部を焼かれた男女の死体を発見し、ベッドの下に取り落として、中身が散乱したらしいハンドバッグを見つけて回収する。そこへ、河野健太と名乗って住人を、政子と呼ぶ来訪者があり、金大地は寝室から今へ移動して隠れる。入ってきたのは、金大地がエレベーター前で出会った男だった。 来訪者は死体に気づいた後、金大地が回収し、損ねたコンパクトを発見して持ち帰った。金大地は公衆電話から百刀番通報して去る。8月7日午後、轟警部と荒井刑事を追って渋谷署を訪れた金大地は担当の唐沢警部補を紹介される。被害者は千年作家グループで指紋を登録したことから、 流行作家の立花信二と確認されていることが新聞報道されており、女は妻の政子と推定されていた。また、女の体には多数の傷があり、真二がサディストだったと推定された。近代地は依頼者からの連絡がなく困りつつも、ハンドバッグの中身を確認しないという条件を当面は守っていた。そして、多門六平太に河野の居所を捜索させ、ばー。 ユリシーズのバーテンだと突き止めた。ユリシーズへ出向いたタモンと金大地は、政子が前年の春頃に3月ほど働いていたことを聞き出す。河野は警察から立花、マ子コ、安子の関係を知る人物として事情を聞かれたが、重大な進展はなかった。一方、康子が8月5日の夕方以来消息不明だと判明していた。8月9日。 茂子が静岡から上京してくる。立花の遺産が政子を経由して得られることを指摘された茂子は動揺を見せる。一方、タモンは金大地が回収したハンドバッグが安子の持ち物であったことを突き止めていた。金大地はタモンに河野を厳重に監視するようにも指示していた。コンパクトを回収した時河野は持ち主を知っている様子だったからである。 8月15日深夜1時過ぎ、近大地に依頼があった電話ボックス近くの H 町の廃墟で、安子の死体を穴に埋めようとしていた河野を門が襲撃、穴の中へ落とす。もう一人、監視役がいたが、河野が落とされたことを知ると逃げていった。2時頃捜査陣が集結、引き上げられた河野が持っていたコンパクトには SU のイニシャルがあった。近大地は、とどろきに、 茂子を手配する、よう進言する。静岡から上京してきたという茂子は、実は、雅子で、被害者は茂子だった。雅子は動乱でわざと顔をかぶれさせて、別人を装っていた。康子はシンジからの手紙で呼び出されていたことが、ハンドバッグの中を確認することで判明した。シンジの意図は今となっては不明だが、マサコのメスビルのような性格に気づいて、 安子と復縁するつもりだったのかもしれない。ありがとうございます。